第10回中華民国立法院選挙は2020年1月11日に行われた中華民国の国会である立法院を構成する立法委員を選出する選挙である。なお、中華民国の元首である中華民国総統を選出する総統選挙も同時に実施され立法院選挙と総統選挙のダブル選挙となった。前回選挙で勝利した民主進歩党は 選挙前より7議席を減らしたものの、第一党の座を守り、立法院での過半数を維持した。中国国民党は比例区では、民主進歩党に迫る、政党票を獲得したが、選挙区で伸び悩み、3議席増にとどまった。また、2019年に、台北市長、加文哲が主導して設立した台湾民衆党は後議席を2014年のひまわり学生運動で、 発生した時代力量は3議席を、台湾基進は1議席をそれぞれ獲得した。なお、台湾の人口統計の結果を受け、2019年1月に選挙区の調整が行われ、台南市、新築県はそれぞれ1議席増、高雄市、平東県はそれぞれ1議席減となった。今回の選挙でシンク割が初めて適用される。 立法委員の任期4年が満了したことに伴って実施される選挙である。立法委員の委員定数は113名でこのうち、選挙区と比例代表及び海外華僑のほか、現住民をそれぞれ選出する仕組みとなっている。選挙の結果、蔡英文総統の与党である民主進歩党は61席となり、過半数の確保に成功した。最大野党である、 中国国民党は3議席増で38議席となった。小政党の台湾民衆党は5議席を、時代力量は選挙時と同じく3議席を、台湾寄進は1議席をそれぞれ獲得した。なお、選挙区の調整により、同党内の争いを避けるため、民主進歩党の一部の候補者は離党して選挙戦に参加した。 民主進歩党中国国民党台湾民衆党、時代力量台湾寄進無所属議席獲得政党の、比例名簿の掲載順に記載。立位前区赤字変更、来政徳、蘇義美前、達し友式政治自由時報電子法。自由電子法。2020年1月13日閲覧。連合新聞も、戦場初も平東立一戦区広島緑分裂。 生ける家人性関係。連合新聞網、2020年1月13日閲覧。第10回立法院選挙公選人、得票数抽選会。第10回立法院選挙公選人、得票数抽選会。第10回立法院選挙公選人、得票数抽選会。10回全国不分区及び京挙国外、国民立法院選挙抽選会。ありがとうございます。